皆さんこんにちは、ジャーナリストの岩上康美です。もうそろそろお正月ムードも終わりかなというふうな気がいたしております。私ども新年早々このインタビューをですね、本日お送りするわけですけれども、やはり新春インタビューというからにはですね、それだけの方でなければいけない、今日はそれにふさわしいお客様をお招きしております。共同通信編集員であり論説委員でもある太田正勝さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。太田さんの本はですね、かねてより読まさせていただいていて、どんな方なんだろうなと、こう本当に徹底した取材と、それから英語が堪能で、やすやすとね、国境を越えてアメリカのこの取材もされているし、どんな方なんだろうな、ベテランのちょっと怖い方かなと思ったら、まあすごくお若くてイケメンの、とんでもないです。これは共同通信の羽鳥慎一と呼ぼうかなと思った今日こうやってですね、新春 の、はい、まあ、インタビュー企画、はい、こうやってお招きいただきまして本当にありがたく、ね、感謝の言葉をまず申し上げたいと思います。あとございます。貴重なお時間頂戴しまして、岩上さん、そしてスタッフの方、そしてこう視聴者の皆様方ですね、貴重なお時間頂戴して本当にありがとうございます。その、ご期待というか、私がいただいている感謝の気持ち、それに十分ですね応えるよう、今日はこれからしっかり務めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。過去まで研究のご挨拶をしていただいたのは、私何百人取材したか分かりませんけれど、インタビュー、初めてだと思います腰の低い謙虚なイケメン、太田正勝さん、これからごひいき願いたいと思いますけれども、太田正勝さんの本はここにずらっと並んでいるんです。で、やはり核、それから原発の問題が多い、まあもう何というんでしょうね、核問題についてのプロ中のプロ、あるいはスペシャリストと言って差し支えないと思いますけれども、また恒例、サイン本をですね、本にサインをしていただきました。それがこれ最新刊なんですよね。はい、そうです。日本はなぜ核を手放せないのか、非核の資格と、これには核兵器のことだけで当然なく原発政策、そうですね、なぜこんなに原発政策に固執するのか、これ考えていくと原発エネルギー問題、ただそれだけを考えていては解は出てこないんですね。原発というのはやっぱり核兵器から生まれてきた技術ですし、これを導入した人たちの思惑ということも考え合わせると、これはエネルギー、その時には本当にエネルギーとして将来性があるんだろうと思ったのかもしれませんけれども、今は明らかにね、不採算のものであると思う、明らかですし、そういうことを考え合わすと、やはりこれもですね、核兵器を保有したかったんじゃないかなというようなことがね、疑わざるを得ない。そういったこの核の需要視、そしてそこは日米関係、日米同盟視でもあるというところが、今まで太田さんが書かれてきたご本の最も研究されてきたというか、力を注いできてくださったところだと思いますね。それは一番中核でやるんですけど、はい、まずはこれ、はい、このタイミングです、うん、なんというタイミングの良さにで太田さんをブッキングしていたことでしょうと、運がいいな我々はっていう感じなんですけど、北朝鮮の水爆実験、これがね、お正月ねと早々一番の話題に今なっているわけですけれども、はい、これを今いろいろと、はい、核そのもののこの科学的なこと、その知識もおありですし、海外にですねたくさんのソースもお持ちで、共同通信の記事のために今取材やあるいは原稿の執筆やその編集とかおやりになってきた、はい、その間に縫ってこう来られたんだということなんですね。6日の核実験ですけれども、はい、私実はちょっと正月早々寝込んでおった、風邪ひきましてですね、ようやく昨日くらいから元気になったんですが、寝込んでて上司から電話で知らされて、で最初水爆だとかって、怒鳴ってんですね、何のことか分かんなかったんですね、北朝鮮の核実験かと。でその後なんていうんですかね、取材をしながら、はい、原稿を書いてきたんですが、はい、今日も実は今朝方
あの古い私の知り合いでですね、はい、あのモントレーの国際研究所、これ核の不拡散で大変有名な、うん、あのアメリカの研究所カリフォルニアにあるんですが、うん、そこの、まあ、ジェフリー・ルイスというですね、うん、北朝鮮と中国の核の専門家、あの彼はノース38というですね、ジョン・ホプキンズ大学がやっている、まあ、あの分析機関、はい、それはあの上空、すなわちあの衛星ですね、はあ、あの衛星写真をもとに核実験の状況、核実験がいつ行われるのか、その兆候をまあ分析するあのまあ民間の機関でもあるんですが、そこにももうあの数多く寄稿している、はあ、まあ、大変あの私が信頼する専門家なんですけど、まあ、彼の見立てであるとかですね、他のまあ日本の専門家の方のお話も聞きながら、まあ、あの今回の水爆実験、まあ、ジェフリー・ルイスもあの本当に水爆だったんかいなっていうことをまずやっぱり言ってるんですね。やっぱりその水爆実験であれば、うん、あ、地下で行われた時に出てくるこの地震、はい、これがやっぱりもっと大きなものであろうと、はい、水爆という割には小規模だったから、そうですね、本当かっていうふうに見られてるんですね。そうですね、まあ、地震波をですね、まあ、あの見ることによってその爆発力をまあ推測していくということで、うん、まあ、それがどういった核兵器、うん、形態をですね突き詰めていくわけなんですけれども、じゃあ地震の大きさだけじゃなくて、はいはい、その地震波からその、うん、種類というところまで突き止められていくわけですか。いや、大きさが基本です。大きさですね、やっぱりこの、はい、地震の大きさ、それからあとは出てきます、うん、あの放射性の核、うん、あのガス、核種、うん、あの微粒子ですね、うん、こういったものを実測しながら突き止めていくわけなんですけれども、うん、これが果たして水爆か否かということは、放射性ガスとかですね、放射性物質からですね判断するのは極めて難しいというのが専門家の見方なんですね。結構困難なことなんですね。困難な、はい、なかなかその外から出るもの、そもそもあのなんていうんですかね、山中山の中に封じ込めた形でやっています、うん、いわゆる、まあ、大気圏内ではない大気圏の下の、うん、地下の核実験ですから、はい、まあ、あの北朝鮮はそれを十分その環境への影響を封じ込めているというふうに、まあ、豪語しているわけですけれども、うんうんうん、まあ、それが事実ならば、そのやっぱり核物質とか放射性物質、さらにガスがですね出てくるのはなかなか時間がかかるんじゃないかな。なるほど。あ、そうすると日本はね、福島第一原発の時スピーディーを66使わず、特に住民の避難に関しては全然役立てず、うん、まあ、情報が上がったらこれまず真っ先に米軍に提供してですね、はい、国民に提供しないという、この国の国民主権を踏みにじ、米軍主権をあからさまにですね、実践したわけですけれども、うん、大変失礼な話で、かつ今後もですね、原発の事故等にはね、スピーディー使わないみたいなことを言ってたの、今回の北朝鮮の実験にはすぐスピーディー使ったわけです。でも今の話だと、スピーディー使ってもそこで観測されたのは今このぐらいの粒子が出てますから、だから、はい、水爆ではありません。速断はできないんですね。できませんね。あのスピーディーは割とあの範囲が狭いんですが、今回使っているのはワイドスピーディー、ダブルスピーディーだと思うんですね。すなわちその極東のエリア、東アジアのエリアが分かる。でそれも結局あの大気の流れとか、まあ、あの風だと思うんですけれども、それによってこうどういう流れで放射性物質が飛び得るかというふうな推測をするだけですから、実際そのダブルスピーディーを見ていて水爆かどうかということはもうと分からない。なるほど、ね、やっぱり実測せざるを得ない。なるほど。ですいません、これ私の記憶が正しければなんですが、2013年の核実験の取材をしていた時に聞いた話なんですけれども、あの核実験があってからですね、ずいぶん時間が経過してから、うん、1ヶ月か2ヶ月経過してから規制 の、まあ、あの放射性のガスが見つかったケースがあるんですが、これどういうことかといいますと、1ヶ月2ヶ月、確か2ヶ月と記憶してるんですが、ずいぶん時間経ってますよね、うん、核実験やったらもう数時間後には飛んで、ね、あるいはもう遅くとも1日とかですね、だけど 数ヶ月後、2ヶ月後だったんですね。でこれ何かといいますと、おそらく北朝鮮が山の中で核実験やって、でガスが溜まっていて、うん、それでこう扉を開けたと、換気したと、うん、でそれが流れてきて、まあ、あの高崎にありますそういう放射性核種を、まあ、探知する施設が、うん、まあ、キセノンを、まあ、あの探知したというふうな、うん、そういったあの実態もありましてですね、あの北朝鮮がたちまち扉をですね今回も開けるかどうかというのはあの定かではない、うんうん、だからしたがって、まあ、いろんなその、まあ、なんていうんですかね、混乱させるというか、分析する側をやはりこう
に対するトリックといいますかね、うんうん、そういったことも北朝鮮多分考えてると思いますので、 なかなかすぐさま換気するっていうことにはならないんじゃないかな、うんうん、だからやっぱり時間がしばらくかかるのではないかというふうに思います、ね、やはり専門家に話聞くべきですね。とんでもない。やはりあの 一本目の時にはですね、水爆か、はい、そして 米国のスポークスマンなど、あるいは韓国のスポークスマンなどはちょっと違うんじゃないか、はい、まあ、これは地震の大きさが小さいから、そして今度はそういう方向の情報に今マスコミの報道なんかももうバーッとこう流れていっているわけですね。そして一般の人もネット上で見てても水爆じゃなかったんだってよっていう、うん、もうなんかそういう受け取り方をおっしゃってるんですけれど、はいはい、いやまだ決定してないよと。全くあの即断する必要は全くないと思います。なるほど。即断するのは危険だと思いますね。即断してるメディアがあったら注意をしてあげてください。で僕らも気をつけて見ていきたいなと思います、はいはい、あの取材成果は折々この後ですね、はい、お聞きしていきたいと思うんですけど、まあ、第一章として北朝鮮水爆実験の衝撃ということで、まあ、あの振り返りといいますかね、当たり前のことをご存じない方もいらっしゃると思いますから、はい、1月6日まだね松の内ですよ松の内ですが、朝鮮で初の水素爆弾実験が成功させたと発表、北朝鮮による核実験は2013年2月以降4回目ということなんですね。で韓国の気象庁は朝鮮北部、ハムギョンプト、ハムギョンブクト、ハムギョンブクト、北東はですから、これはブクト、ブクトで、はい、これがキルジュと、いう軍、キルジュという軍の北方約50キロの地点、この辺だそうです、6日午前10時半ごろマグニチュード4.8の人工地震を感知したということですね。そして北朝鮮の狙いは何なんだろうということなんですけど、北朝鮮が1月6日に発表した声明で、我が共和国が行った水爆実験は米国をはじめとする敵対勢力の費用手増大する核脅威と恐喝から国の自主権と民族の生存権を徹底的に守り、朝鮮半島の平和と地域の安全を頼もしく保障するための自衛的措置である。これは自衛的な、まあ、核のですね、保有であるというふうに言ってるわけですね。もし日本が仮に今後ね核を保有することがあったら、必ず日本もおそらくは自衛的にってこういうふうに言い方をね、常套句でしょうね、これはですね、やっぱりそういうことを言ってると。でこのように敵視という言葉が生じて以来、米国の対北朝鮮敵視のようにそれほど根深く、防衛非道で必要なものは前例になかったということをまあこう言ってるんですけど、はい、まあ、考えてみれば、あ、北朝鮮のことをね、まあ、何かをことを起こしてないと忘れちゃうんですけれども、朝鮮戦争は休戦状態であり、今もこの軍事国家、これだけの軍事国家って世界にまれですけれども、常にこの戦闘状態が起きていると、はい、そのことはやっぱり忘れちゃいけないですね。そうですね、あの北朝鮮の、私は必ずしも北朝鮮の専門家でも何でもないんですけれども、はい、北朝鮮 の、まあ、その核開発の歴史をちょっと調べてみたことがあったんですね。で意外だなと思ったのが、もう1960年代のあたりからどこかにいいウランはないのかとか、うん、自分たちで核兵器が作れるのかとか、うん、そういったことを技術者レベルで、北朝鮮の技術者がソ連や東欧の科学者や外交官とそういう議論をしてるんですよね。でそれはあのアメリカのウィルソンセンターっていう、これも歴史研究で有名な研究所なんですが、そこがソ連や、ルーマニアとかですね、東ドイツから集めてきた公文書を英訳して、まあ、あのかなり大掛かりなプロジェクトで、冷戦後ですね、あのそういった歴史の究明やったんですけれども、私それ読んでましてですね、まあやっぱり随分根が深いなと。まさに今おっしゃられたように、朝鮮戦争以降なんですね。でむしろ朝鮮戦争の前に実は起源があったのではないか、うん、すなわちあの、まあ、あのキム・イルソンですね、あの、まあまあ、あの国を作られたこの方のおじい様ですよね。あの、まあ最初にその韓国と戦争をやる、攻めていきたいといった時に、なかなかそのソ連が首を縦に振らなかった、うんうん、でソ連がすぐ来援してくれるかと思ったらそうではなくて、中国がようやく助けに来てくれたっていう、まあ、そういったいきさつがあって、あの言ってみればですね、北朝鮮にしてみれば同盟国だと思っていた大親元のソ連にもちょっと裏切られたような感じがあった、うんうんうん、でその挙句に、まあ中国も大変なあの多大なるこの損失を被って、まあ、あのアメリカと血みどろの戦争をやるわけですよね。あの朝鮮半島でも本当に多くの市民の方が傷ついたとんでもない戦争だった。そうです。